こちらはですね、青森の駅の近くにございます海鮮酒坊一之助さんですかね。はい、青森の郷土料理が食べられる居酒屋でございます。主にね、新鮮なお魚を中心としたね、美味しそうなメニューがたくさんございます。そしたら、はい、中へ入りましょうか。レッツスターティン。お刺身の七種盛りでございます。上からですね、マグロ、はい、マグロですね、カンパチ、イカ、そしてサーモン、タイ、これがヒラメ、そしてホタテでございます。本日は特別ゲスト、アイバッコフでございます。そういたしましたらですね、イカのお刺身をいただきたいと思います。なんかヨクさん、かなり美味しかったということで。甘かったです。甘かったということで、これね、どうですか、このあのイカミニミニイカミニの、はい、足つきですよ、足つきね。え、あ、甘くてとても美味しい、うん、こちらのお店ね、先ほどもね、あの見ていただいた通りね、お刺身とかね、もうどれもこれも新鮮でとても美味しいですよ、うん、どうですかこれ。そっちどうですかこれ。攻めてますね。いうかね、いや、かなり攻めてくれとは言うたけど、ちょっと攻めすぎられて、こちらはですね、青森の、郷土料理でございます。はい、貝焼き味噌でございます。下にね、ホタテをね、カットしたものが入ってまして、そちらに、お味噌であるとか、あと卵を乗せてですね、貝殻ごとですね、火にかけてっていうことなんですけど、これかなり美味しいんですよ。はい、ぜひいただきましょう。そしてね、こちらはですね、こまいでございます。こまい、いかがでございますか。これね、大好物でございます。骨まで食べられるから美味しいですよね。はい、こちらサーモンのお刺身でございます。これ YouTuber らしいよ。さすが、ありがとうございます。うん、美味しい、美味しいですよ。ホタテ、そしてね、こちらホタテ、ホタテでございます。はい、ありがとう、はい、美味しい。ホタテの貝柱も甘い、かなり美味しい。はい、ありがとうございます。はい、こちらは貝味噌焼きでございます、ね、あの貝柱とかね、あと貝ひもなんかも入っております。あ、ホタテの旨味が結構染み出して美味しいねこれ、うん、どうですか。すごく美味しいです。あの貝味噌焼きと言いながら、そんなに味噌の味は強くないね、うん、あのホタテの旨味を結構引き出した、こうだし汁みたいな感じですね、うん、これは美味しいわ。どうですか、麻生ちゃん。すごく美味しいです。すごく美味しい。そしてちょっとコマいただきましょうか。ちょっと大きいのいただいて、どうぞ。厚かましく、コマい、どうですか、これもうでっかいの、ね、これです。コマいのマヨネーズ、コマいのマヨネーズ、マヨネーズにはこれを、七味を、七味マヨ、七味マヨ、コマいにね、七味マヨをつけていただきたいと思います。うん、あ、美味しいですね。あの骨ごとね、
パクッと食べます。辛口さんの使いで、どうぞ飲んでいただければ。美味しい。辛口という。こちらは伊賀メンチでございます。このね、こちらの多分方言だと思うんですけども、イカのことを伊賀って言うんでしょうね。伊賀メンチ、あのメンチカツで言うと、このお肉がですね、イカに変わってるというような形ですね。だからイカを細かく切って、そしてつなぎを入れて、あの焼いてるって感じだと思われます。イガメンチでございます。マヨネーズをつけていただきたいと思います。何がイガ、イガね、イガメンチ、あでもすごい美味しいですよ、うん、うん、おいしい。なんかありがとうございます。あ、ソースをつけていただきましょう。なんかでもイカもしっかり味わえるけど、なんかイカ以外になんかいろいろお野菜が結構入ってる。あのね、玉ねぎとかね、人参も入ってるんでしょうかね。うん、あこれイガメンチむっちゃうまいな。また頼む、うん、うん、こちらのお店は青森の地酒の飲み比べがですね1000円でできます。3種類選べるんですけども、はい、こういった形でですね、1番からですね、ずーっとですね、はい、こんな感じでですね、20種類から選べるようになっております。おすすめはですね、僕はあんまり日本酒のね、ちょっとあの味がわからないですけども、発酵だっていうのがおすすめだそうです。あの相葉古風が八甲田が美味しいと。この八甲田のちょっとコメントをちょっといただけますか。スッと口に入りながら、スッと口に入りながら、お米の旨味がじゅわっと広がります。はい、お米のね、旨味がじゅわっと広がる、じゅわっと広がるらしいですよ。はい、最高です。最高でございます。こちらは鮭のハラスでございます。脂が乗ってね、美味しそうですよね、これ。でね、これちょっとこう食べやすいようにね、うまくカットされてます。こちらは青森と言いますかね、東北ね、東北の、郷土料理でございます。せんべい汁ですね。はい、よいしょ。こういったね、これ煮物用のね、おせんべいですね。これが入ってるんですけどね、これがなかなか美味しいんですよ。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。